日本愛知県名古屋市、中川区、スケミツ、富田町大技、スケミツスケミツは、愛知県名古屋市中川区にある町名。現行行政地名は、スケミツ1丁目からスケミツ3丁目及び、富田町大技スケミツ。住居表示未実施。名古屋市中川区の西部に位置し、東に、前田西町と大統領、西に、富田町大技への傷、南に、一色新町。 北に伏せ屋に接する。スケミツ一丁目には、スケミツの欅と呼ばれる、中川区内最大の欅が存在する。富田町技スケミツは、滋養縄場が、新川の河川用地に存在する。東にスケミツ、西及び北に、富田町技絵の傷、南に、富田町技江松が接する。富田町技スケミツとその前身である、スケミツ村の小技は、以下の通り、 ただし消滅した字については背景色で示す。スケミツ氏の所有伝があったことに由来すると言われる。終わり国地名校においても地名人の名に出るか、なお提すべしとしている。かつて当地は怪盗、回答、氷スケミツ村であった。スケミツとの地名は、鎌倉時代から見られ、14世紀頃に描かれた、演楽寺文書。 終わり国武田所江図において省内側の西に、スケミツ村と記載されているのが初見である。1584年頃、当地には、織田信夫の家臣である、生駒坊という人物の治療地があったとの記録が残っている。中世、当地には、スケミツ城という城が築かれており、織田信長の家臣である、福留左近正元の居城と言われている。現在は、土の宮新名社に、 竹やから発見された石碑が建てられている。江戸時代、女密村は農業が中心の村であった。当時の女密村は、現在の富田町大和、スケミツの全域と、スケミツ、前田西町、一式新町、大東牢、布施屋の各一部にあたる。大あ巡航機によれば、当時は土地に対して人口が多かったため、周辺地域へ働きに出る者がいたという。 また酒屋や小脇内を営む者もおり、兼業として、むしろの生産も行われていた。漢文村村お書きによると、序密村は、外高四百443国、ヤ数四45、人口234人、馬12頭。文政年間においては、ヤ数ズは87、人口358人。1889年に、序密村は万田村大和助佐光となった。 その後との村大技、スケミツを経て、1955年に名古屋市に編入され富田町大技、スケミツとなった。富田町大技、スケミツ、スケミツ2019年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。